これ結構普通に売ってますね、カバースキャット。これなかなか手に入らなかったと思うんですけど、あの4インチとか5インチは、 2.5 インチは結構売ってるんで、どれにしようかな。本当はもうちょっと寒くなってきたらこれ対応すると思うんですけど、ちょっとこれ使ってみますね。グリパンのカバースキャット、大体困ったらグリパン使うっていうか、多分このサイズは10かな、10だと思います。10か20でもいいかもしれないけど、10で、僕はこの輪っか付きの30だねえか、これ20かな。ちょうど服ポイントがここに当たるようになってるんで、非常にあの刺しやすい針です。20じゃん、ジャストが。こんな感じですね。まあ、ちょっと舐めてましたよね。慣れたら全然使いやすい。ウモリッパーじゃん。よりちょっとなんか動く、こう水に絡んでないっていうか、あっさりしてる感じがしますね。落ち方はイモリッパよりも丁寧に落ちていく感じのイメージですね。で、イモリッパーだな。どっちが先か分かんないですけど、これちょっとバスちゃんは足元にいないパターン。
この差も結構わかるな、なんか。水温がちょっともう10度を切ってるぐらいな感じなんで、もう完全冬の釣りになるな。もう電源オフにしちゃったんですけど、ちょっと息白いんであれですけど、あのちょっとツイあの連続ツイッチみたいな感じでこう水面直下で首振るのを連続する感じのアクションで見事追ってきましたね。いやなんとか釣れましたね。これ分かったら今日釣れる釣り方が、うわ水詰めて水中で一回なんかチェイス一本が見えたんで、あれっていう感じで同じアクション続けてたんですけど、ちょっと寒いし釣れなそう感半端なくて、こう水中落ち始めたら これで食ってきましたね。強シェイク、やっぱこうやっぱあるんだよな、今日はこういう風なアクションみたいな。でこの葉っぱのポケットで落としてあって、あ来たかな、音来たかな今。